こんにちは。今回は少しだけなんですけど、100均で毛糸を購入してきたのでご紹介していきます。まずこちらセリアで購入しているニュアージュっていう、こちらのカラーナンバー4番、アクリル 100% 20g 30m 入っています。で、かぎ針が8号から9号ですね。で、こういうの、これを5色買ってきて、5色あったので、これとこれね、だいぶ違うんですけど、違う糸かなっていうぐらい違うんですけど、まあ、2つずつ買ってきました。青系と、こちらピンク。これが、カラーナンバー2番ですね。こういうの。これも2頭買って、で、紫系。こちらがカラーナンバー3番ですね。で、こういうの。これも2個買って、なんかオレンジのような、ベージュのような、カラーがカラーナンバー1番ですね。いいの。これも2つ買って、これは5色なのかな?それで、これカラーナンバー5番ですね。こういうの。これも2玉買って、あ、なんか冬っぽい感じなんですけどね、ちょっと。だから今使うにはちょっと違うのかなっていう感じの素材ではあるんですけど、可愛いから、まあ2色ずつ買ってきてみました。まあ、新作ですよね、多分これ。で、次は、まあ、セリアはこれだけで、こちら、ワッツで購入してきました。めっちゃ可愛いと思って、このカラフルな感じ。まあ、冬糸として売られているものだと思うんですけど、まあ、ウール 100% って書いてるし、まあ、今でもこういう明るい色なので、まあ、こういう色もいいと思うんですけど、まあ、こちらの方が春っぽいかなって。これを買ってきました。これが、ウール 100%、かぎ針6号から7号ですね。40g、20g 入ってます。プリンマルチプリントっていうのを買ってきました。カラーナンバー32番ですね。これめっちゃ可愛いので、5玉買ってきました。で、こちらもすごく可愛い色だなと思って。こちらカラーナンバー22番ですね。手触りもすごくいいし、なんか今使えるかなと思うので、こちらも5玉買ってきました。可愛いですね。他の2色以外は結構しっかり冬っていう感じの色だったので、ちょっと避けたんですけど、これはね、今も使えるかなと思って、2回目かな、言った。で、あと、この4つのレース糸も買ってきました。レース糸好きですね、私。レース糸も、すごく編みやすいので、こちらが、ポケットレース糸。40番ってことかな ?10g コットン 100% で、ピンクですね。こういうのと。で、こちらがイエローです。で、こちらがグリーンですね。で、こちら。ブルー。かわいいですね。この優しい感じの色。まあ、しっかりした色も好きなんですけど、この優しい感じもかわいいってなって。買っちゃいますよね。これも2玉ずつ買いました、全部。で、あと、こちら、セリアで購入している、めっちゃ可愛いなと思って、メタリックビーズラウンドカットっていう、こう、ちっちゃいんですけど、すごく角度が、なんていうかな、ラウンドカットですよね。こういうのは売ってるんだと思って。で、こちら、サイズが2パターンあって、3ミリと5ミリ。こちらは3ミリのタイプですね。ちっちゃいビーズ。こちらは300個入りです。で、大きいのも売られてたんですけど、私はちっちゃいので、何か作れたらなと思って、3パック、シルバー系買って、で、ゴールドもね、このゴールドめっちゃ好きと思って、ゴールドゴールドしてない、この優しい感じのゴールド、伝わりますかね?こういうの好きと思って、こちら4個買いました。コードを見せしたい方がいいんかな。いいの。この数字はなんか違うのかな。一緒だ。584。これを3個と4個買いました。こんな感じで、まあ、私がいいなと思うものをご紹介してみました。お買い物される時の何か参考になればと思います。今回の最後まで見てくださりありがとうございます。